県内は南岸低気圧の影響で明日の昼ごろから雪が降り始め、あさってにかけて警報級の大雪となる恐れがあります。東部西部ともに多いところでは20センチから40センチの降雪が予想されていて、警戒が必要です。今日の県内は広い範囲で晴れましたが、強い冬型の気圧配置の影響で風が強く厳しい寒さとなりました。最高気温は仙台で 3.9 度、気仙沼で 2.3 度、古川で 2.2 度、駒の湯でマイナス 2.6 度などとなっています。この後は日本の南岸を発達しながら進む低気圧の影響で、明日にかけて天気は下り坂で、明日の正午過ぎから雪が降り始め、あさってにかけて大雪となる恐れがあります。あさっての午前6時までに予想される24時間の降雪量は、多いところで東部西部ともに20センチから40センチで警報級の大雪となる恐れがあります。今回の南岸低気圧は2016年1月18日の低気圧と規模やルートが似ていて、この時と同じレベルの雪が降る可能性があります。この時の仙台の積雪は14センチと交通にも大きな影響が出ましたので、今回も注意が必要です。こちらは2016年1月18日の映像です。この日の県内各地の最大積雪は仙台で14センチ、白石で17センチなどと、県内7つのすべての観測地点でこの冬としては最も多い積雪となりました。仙台市内では路面が凍結したり圧雪状態となり、滑りながらバイクを押して歩く人の姿が見られたほか、軽トラックが横転したり電柱に車が衝突するなど事故も相次ぎました。 JR や空の便など交通機関にも大きな影響が出て、路線バスも大幅に遅れて運行しました。 JR 仙台駅前の乗り場では多くの人がいつ来るかわからないバスを寒さに耐えながら待っていました。そしてホームセンターでは備えが間に合わなかった大勢の人がスコップなど除雪に必要なものを慌てて買い求める姿もありました。また着雪による停電の恐れもあります。懐中電灯はもちろんですが、あさっての朝にかけて気温が低い状態が続きますので、防寒着や毛布など停電の備えを雪が降る前の明日の午前中までに済ませておくようにしてください。はい、7年前の映像を見ていると、あの時大変だったなという方、思い出された方も多いかと思います。今回も警報級ということですので、事前の備えしっかりなさってください。はい、詳しくは、ポイント、そして警戒点などは後ほどお天気情報でお伝えします。なおこの大雪の影響で JR 東日本は明日の夕方ごろから仙山線と陸羽東線の一部区間で運転を取りやめると発表しました。またネクスコ東日本は立ち往生の可能性があるため、不要不急の外出は控えてほしいと呼びかけています。